Hi, I'm Chris from Philippines and welcome to my channel. みなさん、こんにちは。私のチャンネルにようこそ。私はフィリピンのクリスです。So for today's reaction video, I am reacting to foreigners are impressed by sincerity and discipline of Japanese people as well as their solidarity in overcoming hardships. This video is from this channel. では早速、始めましょう。近年、海外のさまざまなメディアで日本のことが話題になる機会も増えましたが、やはり多くの外国人にとって日本人の国民性は得意に映るようです。今回はとても日本人らしいと話題になった、一目でその国民性が伝わるという光景の数々に注目、海外の人たちの感想コメントと合わせてまとめてみました。日本人サポーターが試合後にスタジアムでゴミ拾いをする光景はすっかり海外でも広く知られるようになりましたが、とりわけ各国のメディアで報じられたのがサッカーワールドカップロシア大会で見られたシーンではないかと思われます。日本代表が初戦でコロンビアを2対1で下し、世界に驚きを与えた試合をはじめ、決勝トーナメントでベルギーに惜しくも敗れた試合でも、日本のサポーターたちが悲観に暮れている中でも変わらずゴミ拾いをする姿は多くの海外メディアで取り上げられ、イギリスの BBC が絶対的なまでに一流の振る舞いとの見出しで報道したほか、アメリカの FOX は勝敗に関わらず日本のファンは一流だったと伝えています。ネット上でもこのシーンを見た海外の人たちからは、なんて気高い人たち、これこそが本物の規律であり愛国心というものだと思います。彼らのような存在が国の名声を高める、他の国のサポーターたちも見習うべきだと、多くの称賛の声が寄せられています。他にも、日本人の国民性の中で一番羨ましいと思う部分がここ。日本人には礼儀正しさと品位がありますね。私たちの周りではなくなってしまいましたが、ファンの行動を見ても、選手のプレーやスポーツマンシップを見ても、日本の文化がいかに敬意で満ちているのかが伝わります、といったコメントも見られました。Japanese culture. Number two. 2019年8月にアメリカのイリノイ州で開催された U16 の世界大会、日本代表チームは残念ながら決勝で負けてしまいましたが、試合後選手たちがスタジアムの清掃を行い、大きな反響を呼ぶこととなりました。その様子を見ていた北米独立リーグのチームで COO を務めるというマイク・ピント氏が通訳を介して日本の監督に質問したところ、こんなに美しいスタジアムでプレーできて光栄です、子供たちに一生残る思い出を作ってくれました、掃除をしたのは来た時以上に綺麗にして帰りたかったからです、という言葉が返ってきたそうで、感銘を受けたマイク・ピント氏は自身の SNS でレベルなどには関係なく全てのスポーツチームの模範だと称えています。この投稿を見た海外の人たちからも、アメージング、素晴らしい、最高です、彼らの振る舞いこそ気高い、これがワンダフルで礼儀正しい日本人の姿なんですね、など驚きと称賛の声が次々と寄せられ、実際に現地で見たという人もいたようで、試合に負けた後も掃除中も彼らには笑顔がありました。日本の少年たちから人として大切なことを教わりました。スタジアムまで見に行きましたが、日本代表の少年たちは態度や振る舞いが洗練されていて、他のチームの選手たちはみんな彼らと写真を撮りたがっていました。素晴らしい大会でした、と振り返っています。こちらはアメリカのペンシルバニア州で開催された第73回リトルリーグ世界選手権大会での話題で、日本代表として出場した東京の調布リトルの選手たちの振る舞いが反響を呼びました。調布リトルは決勝戦に進出したものの、惜しくもキュラソーのチームに敗北、しかし悔し涙を流しながらもキュラソーの選手たちに歩み寄り勝者を称えています。この様子を現地スポーツメディアも取り上げると、アメリカを中心に話題となり、日本の少年たちのスポーツマンシップは素晴らしい、試合に負けたのに自分たちから勝者を称えるなんて、相手チームのピッチャーは何度も危険な球を投げていたのに一度も謝ろうとしなかった、
それでも日本の選手たちは礼儀正しく祝福しているといった驚きと称賛の声が続々と寄せられたのをはじめ、11から12歳くらいの年齢でこれだけの礼儀を備えているなんてすごい、子供でも最高のスポーツマンシップを見せる、これが日本人、こういうシーンを見ると涙が出ます。平和は彼らのような姿勢から生まれるのかもしれないなど、さまざまなコメントが上がっています。こちらは日本人の国民性を表すものとしてよく海外で話題になるネタの一つですが、道端で財布を落としたら何人の人が拾ってくれるかといういわゆる実験動画が大きな話題になったことも、投稿者はあるイギリスの大学が行った国民の正直度と経済発展の関連を調べる調査にて、日本が世界で最も正直な国という結果になったことが本当なのかを検証するためこの実験をしたそうです。結果は50回の実験で50回とも通りがかりの人が財布を拾って投稿者の手元に届けており、しかもほとんどの人が走って財布を届けるという姿に海外の人たちからは日本の凄さを思い知りました。世界で最も誠実で、そしてスマート、世界がこうありたいと願う国、日本人の誠実さや礼儀正しさを見ると感動しますなど、驚きと感動の声が多く上がっていたほか、日本は財布を落とした人を追いかける、世界は財布を取った人間を追いかける、こんな社会が羨ましい、私の国の人たちもこうあってほしいといったコメントも見られました。こちらは少し前の話題になりますが、日本でしか見られないと驚きを持って伝えられた光景です。2015年11月16日の朝、 JR 神戸線で架線トラブルが発生し、駅と駅の間で立ち往生する列車がありましたが、その時の乗客たちが避難する様子を写した写真が大きな話題になりました。そこには約5000人の乗客たちが秩序正しく一列に並び、冷静に最寄り駅まで歩く様子と、乗客に対して90度に腰を曲げて謝罪する駅員の姿が写されており、この光景を見た海外の人たちからは、緊急時でも至って冷静、これが日本、これが日本人なんだ、列を乱す人間が一人もいない、なんてすごい国なんでしょうなどなど驚愕するコメントが次々と寄せられたほか、真似しようとしてできるものじゃない、国民一人一人の民度が高すぎます、規律正しい乗客たちも横で謝罪をしている駅員も尊敬に値します、日本のこういうところが本当に羨ましい、感動を覚えましたといったコメントも見られました。自然災害からすぐに立ち上がり、力を合わせて復旧作業に汗を流す日本人の姿もたびたび海外で反響を呼んでいます。例えば2020年7月、日本付近に停滞した前線の影響で九州地方を中心に広い範囲で豪雨による大きな被害が出ましたが、被災地の方々は消防や警察、自衛隊、ボランティアとともに雨が収まるとすぐ再建に向け復旧作業を開始、海外の SNS にてその様子を捉えた写真とともに、パンデミックの中途方もない痛手を負ったが、日本人の持ち前の逆境を跳ね返す力で再び立ち上がり、この困難を乗り越えていくだろうとのメッセージが投稿されると、これを見た海外の人たちからも、日本人の持つエネルギーは本当にすごい、尊敬せずにはいられない、なんて素晴らしい光景なんでしょう、カオスの中でも団結と協調と強い精神力で再建するのが日本人、これが日本の凄さなんだ、大人だけじゃなく子供もみんな規律を守っている、日本人は他の国民とは明らかに違いますね、悲劇が起きてもまるで魔法のように復活しています。この写真を見たら誰だって日本と日本人の大ファンになりますねなどなど、みんなで力強く立ち上がろうとするその姿に心を動かされたというコメントが数多く寄せられました。こうして見てみると、他者への敬意や感謝、誰かの気持ちになって考えるといったことが多くの外国人が思う日本人らしさに共通することのように思われます。こうした人として大切なものはどんなに時代が変わろうとも失わないようにしたいですね。皆さんのご感想はいかがでしょうか。Japanese people of Japan. I admire Japanese people.
They're all polite, respectful, kind, helpful, and they're hardworking people. That's why I so love Japan. They're a role model to everyone, to every country. I think every country should take Japan as a role model. Well-disciplined people, amazing people. Well, anyway, thank you so much to this channel for this amazing video. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.